それでは DJ はごっつぁんから DJ パナソニックに変わります。 DJ パナソニック、第5試合目のビートを聞かせてくれ。このビートの上で戦ってもらう2人を呼び込みたいと思います。富士コース VS MC レイ、富士コース VS MC レイ、まずは先攻後攻のじゃんけんお願いします。先攻富士コース、後攻 MC レイ、いきましょう。レディーファイト。大阪スキルの変化、仲良くなったら負けられてえな。ここからまずこれメッカ、おいお前上がる準備できてっか。ソルは枯れない混乱のビート流れた上なら負けない。お前ら分かるかまだ勝ち切らない。 お前とクソ体力が違う、だから俺はパーティーネバーダイだ。昨日から今日、明日から今日、毎日が続いてる。ワンウェイを進める、俺のストーリー、このヒップホップドリーム、分かるやつだけに分かれ、俺のストーリー、ストリート歩き、また街並み、あのシャドウが見える、あの街並み。 Yo! 俺のシャドウ、俺はヤタガラス、忍者だで鍵は見せない。大丈夫、分かるやつには分かる、それを分からせるのがこのヒップホップじゃねえのか。おい、俺はそれをしっかり分かってる、自分のスタンスは恩恵でやってるだけだが、てか真っ赤な目にさなって揺れてるだけじゃダメだぜ。自分のスタイルは恩恵でやってる、じゃあフリースタイルでは誰のスタイルをやってる。フェイクラッパー消えときな、さっさ燃やしたジョイントみたいなやつだ。はぁ、クソったれ、お前は何がしたいか分からないから、あらバックラコッコン、ここ吸い込みまたバイブスは張る。 Yo! 俺の最後の7から8にかけてのフローもろパクリしてやってるだけ。ジョイント燃やすブーブー、やってくれよ酒でクラッターになってるやつだとは違う、俺のやり方これは変わらないから。ネットラップ世界からこっちの世界にこんにちは。このバイパス変えていくバイブスとバイパス、新たなヘイラーにご挨拶。 Yeah! ネットラップとかそういうのをバックボーンに使うのマジでダサいよ。そんなの俺は関係ない、思いラップしてるし、お前の思いもうちゃんと伝わってる、だからお前に向けてバースを放ってる。 Yeah! いつもの通り Slowly 俺はまた Rolling You know? 終了。それではジャッジに入ります。先攻富士コース、後攻 MC レイ、まずは富士コースが1ポイント。それではジャッジのお二人お願いします。赤が富士コース、青が MC レイ、レディージャッジ。赤、赤、勝者富士コース、MC レイに大きな拍手を。さあ、それでは第1ラウンド第6試合に行きたいと思います。第6試合のビートをパナソニック聞かせてくれ。わお、このビートのね、戦ってもらう2人を呼び込みましょう。マットジャグ VS ファンク、マットジャグ VS ファンク。